シオンステークスの方よろしくお願いいたします。言わずと知れた秋華賞のトライアルで10位入選すると秋華賞に出られるっていうことで、賞金的に出走が微妙な馬にとってはここ結構大勝負のレースなんですよね。ここで上位に入って出走権をゲットできるかどうかっていうのは、特に夏に1勝クラス2勝クラスを勝ち上がってきた上がり馬にとってはここで切符が取れるかどうかっていうのがすごい重要で、有力馬が夏休みを取ってる間に頑張って調子を上げてきたっていうところで勢いでぶつかってくるので非常に面白いレースになりましたね。普通に考えておそらく一番人気になるのはボンドガールだろうと思うんですよ。はい、その通りですね。ただ正直言ってこの馬前走勝たなきゃいけなかった馬だと思っていて、あそこで2着に敗れたレースぶりがものすごく嫌なんですよ。あれはね、もう勝って叱るべきレースだったと個人的に思ってるんで、取りこぼしたところに何かちょっと引っかかるものを感じるんですね。でそこで今回はボンドガールに本命を打ちません。本命はって聞かれたら、やっぱり先週新潟記念でも予想馬が上位に来たように、やっぱりコース適性っていうのを重視して物事考えるとああなるんですけれども、今回もやっぱり中山コースが始まるということで、思いとして知られる中山の芝でこそという馬を上位にピックアップしてみようかなと。そう考えたら春中山で重賞フラワーカップを勝っているアネーロに二重丸打つしかないと思うんですね。というわけでこれはコースに対する適性の差が出てアネーロが僕は押し切るんではないかと、はい、このように予想をしています。私本命はミ・アネーロに打たせていただいて、そこに加えてやっぱり中山得意の馬がこのレースはやっぱり出てきてるんですよ。中山2勝クリスマスパレードとかもで推薦賞まで勝ってる馬なんで、このコース得意です。他にも中山コースで勝ち上がってる馬とかも結構多いので、このレースに関しては中山得意組の突っ込み3着ぐらいもあり得るんじゃないかなっていうのが今のところなんですが、一頭ちょっとピックアップをしたいのが12番のハミング、我らが菅原明ジョッキーなんですが、この馬がものすごく勢いがあるんですよ。2勝より1勝クラスと連勝し、小倉で小馬を破ってここへしてくるんですが、まさに夏のアナリン馬にふさわしいの上昇ぶり でしかもお兄さんがあの奇跡なんですよね。しかもね、奇跡も同じように夏連勝してそこから一気に上昇気流に乗って秋華賞へ持ってったんですよね、うん、なんかねそのあたりのねお兄さんとこの成長曲線がものすごく似てる感じがして、この勢いだとここでも通用するんじゃないかと。というわけでこのレースミ・アネーロに二重丸打ちますが、対抗の評価としてはハミングに丸を打ちたいと思います、うん、そしてボンドガールを黒三角まで下げます。思い切ってこの2頭の馬単裏表から広めに狙ってみようかなと。でその際押さえておきたいのは万世型サロニカの子であるサロニコス、ロードカナロアですから中山の重い馬場は向いてると思うんですよ。わけでこのサロニコスも一勝クラス勝ち上がってここを挑んできてるので、これちょっと怖いです。それから7番エラトー、エラトーの何がいいって1勝クラスだけではなく2勝クラスのコバすら打ち破って3勝を上げてここへ臨んできてるっていうのが良くて、大体古来からこの辺りのトライアルは夏の上がり馬でコバの2勝クラスで通用する馬はトライアルで通用するっていうふうに言われているので、それにぴったり当てはまるのがエラトーなんですよ。そう考えるとこれは相手の抑えには入れておきたいかなと。それと中山2勝馬のクリスマスパレードにまで手を広げて、あとオークスでバグを縫って追い上げるのが素晴らしかったフォーエリートにも記せないんですが、問題はこれが戸崎さんだっていうことで、そのあたりをどうするかって問題はあるんですが、抑えるならここまで、はい、というわけでミ・アネーロ・ハミングを軸に5番6番7番10番まで一応印は打っておきたいと思います。ボンドガール飛んで私の本命対抗で決まり、なおかつ上げた穴馬へ抜けたらこれはなかなかの馬券になるんじゃないかという気がするので、3連単とは言わないので3連服でもいいからちょっと押さえておいていただけたらというふうに思います。以上でシオンステークスの予想終わります。わかりました。では今回のシオンステークスさんですけども、ミ・アネーロに関しましては、まあ、そのあたりを皆さん狙ってみて、今回のシオンステークス秋華賞のトライアルはやってみたらどうかなと思いますので、この予想が面白かったとかなるほどなって思った方がいらっしゃったら、ぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。